王城院は、熊本県熊本市西区にある浄土宗の寺院。三号は、無料こと吹山。次号は、大安寺。本尊は、阿弥陀如来。本堂前に添っぱなし牛が、老夫の供養のために造留した、法牛地蔵の六体目と百体目の石仏家がある。この寺は、安定二年法年の弟子弁長が、白川の辺に、白川三王上院として解散した。 これを加藤清正が小賀寺屋町に移した。その後、元禄年中に秋田郡、小町村に開地されたが、道具が完成しないうちに、京方九年現在地の池田村に移った。江戸時代にはこの地域における浄土州の触れ頭の任に当たっていた。王城院は1877年の西南戦争の時、熊本城攻撃の時の殺軍熊本大本営となった。 熊本隊は攻撃中止の変更を受け、吉時に転身した。なお、王城院の隣の三つ長寺も、一時殺軍に占領され、戦闘の地になったので、本堂、三門に断痕が残っている。境内に王城院の会期、弁長の墓、奥山静粛の墓、熊本洋学校の生みの親である、横板兵の墓がある、正清院供養塔がある。正清院は、 徳川家康のやめふり姫で、加茂をひ守秀行の妻となった。その姫を徳川秀忠が幼女にして加藤忠宏に嫁がせた。忠宏夫人が母の供養のために建てた。境内に工事用の宝鏡院等がある。ありがとうございます。